はい、皆さんこんにちは、れいなです。今日はロイヤルホストに来てます。まさかのまさかの私は初めてです。人生初ロイヤルホストですか？人生初ロイヤルホスト。ファミレスとかは大好きなんだけど、ロイヤルホストはなんか行ったことなくて、なんでだろうね。今日はこのロイヤルホストで一番人気のメニューとかいろいろ食べてみたいと思います。早速行きましょう。これおしゃれだね、この建物とかレンガとか。すごいね。席に着きました。窓が多くて非常に明るいよ、この中で。前回行ってたサイゼリア、うん、めっちゃ暗くない？サイゼリア自体。それは夜にいたからかな。夜は暗いですそう思うとさ、全体的に雰囲気めちゃくちゃおしゃれだね。ヨーロッパのステーキハウス的な感じ。う、ね、うん、あの本当にめちゃめちゃ雰囲気が良くて、なんか落ち着ける、落ち着くことができる感じはします。あ、日本語上手くなりましたあ、よかった。ちょっと間違ってるかもしれないけど見て見て見て、今はマンゴーフェアやってます。マンゴーフェアやってる。最初にデザート見るそれはそうだよ。ちなみにこれ見て、シンガポールフェアやってるよ。うん、なんかすごい意外な感じはするけど。これめちゃくちゃ美味しそう。シンガポール料理全部食べたい。ロイヤルホストメニューを食べないと意味ないでしょ。定番メニューも行きつつシンガポールも行こうか。そうなの？なんかエビが多いとか。あ、このチキンライスとかも美味しそうだね。あ、うまそう。これもめっちゃうまそう。辛そうだけど、はい、これなしにして。え、なしなの？あ、通常メニュー。はい、グランドメニュー。グランドメニュー。これ美味しそうじゃない？これ。ステーキ。これも美味しそうだよ。これオニオングラタンスープ。そう。メニュー多いよ。本当にいろいろある。ちょっとヨーロッパにもありそうな、まあ、魚プレートとか。すごいねこれ。全部うまそうなんだけど。そう。まずはドリンクバー。あ、なんかここはなんかファミレス感があるよね。ドリンクバーがあって。ドリンクバーがある。400円で飲み放題。これはザ日本のいいところです。あ、ドイツにないの？飲み放題のドリンクバーとかって。あんまりないと思う。それ日本の文化なのかな。400円で一杯を注文してもう終わりだよ。あ、ドイツだとね。まずはね、オマールエビのなんとかとオニオングラタンスープを頼みました。そしたらレナがデザートを見始めました。もうデザート見てるよ。すごい女です。イエス、美味しそうだよ全部。なんか言ってます。これ高いけど。何これ？アップルマンゴーブルーレイパフェ。めっちゃ美味しそうだよ。食べれるか分かりませんよ、だから。うん、まだお腹減ってたらね。うん、いや別腹だから。でもめちゃくちゃうまそうやね。無理やり食べるよ。無理やり押し込む。すごいね。化け物とはこのことだね。オニオングラタンスープ来ました。オニオングラタンスープ。グラタンスープ。急に。美味しそうだね。うん、これなんかさっきメニューで見たんだけど、マリリン・モンローが日本に来た時にこれロイヤルホストで食べたらしいよ。マリリン・モンローがロイヤルホストに来たの。すごいじゃんそれ。すごいよね。見て、めっちゃオニオンが入ってる。で、ちょっとだけチーズが上に乗ってて、で絶対に熱々でしょ。ゴクッと。もう？うまそう。めっちゃオニオンの甘さがあって美味しい。見てこれ。コメントコメント、無言で食べちゃう、コメントコメント。うまい。めっちゃ美味しい。こんなに美味しいオニオングラタンスープ食べたことないと思うよ。最近どっかで食べたでしょ。どこで食べた？オニオングラタンスープどっかで食べた。あ、サイゼリアで食べた。あの動画じゃなくてまたサイゼリアに来た時に僕らサイゼリアにハマっております。どっかがサイゼリアにめっちゃハマった。何回か行ってます。あの後そっちのオニオングラタンスープも美味しいんだけど、これが本当にまたレベルが違う。ロイヤルホストの一押しメニューって書いてあったからね。うん、うん、うん。じゃあタカが本当にめっちゃ感動するよこれ。見て。うん。トーストの厚切りがめっちゃ吸ってるやん。ジュワッと。厚そう。熱かったみたいです。熱い。ほら後ろ見て、めっちゃ待ってる。本当だ。12時15分になりました。ちょうど12時になった。俺ら入ったのは11時半で3組待ってたから行列すごい。すごい人気だね。来たよ。見て見て見て、すっごいの来た。これがファミレスにあるなんて思わないでしょ。そうだよね。
絶対レンレ頼むなと思ったわ見た瞬間あ、そうなの。てか2本あってよかったわ。1本だったら1本もあったよメニューに。あ、そうだよ最初レンレ1本でって言ったらうーわうわありがとうございます。めっちゃジューシーでめっちゃプリでめっちゃ味が濃くてめっちゃ美味しい。うまそう。2本あってよかった。なあ。2本私は食べるか。やばい。じゃあ俺追加注文しよう。これがすごくない？しかもさ食べやすいね。そう。最高じゃん。もうこれだけのためにロイヤルホストに行く価値がある。そんなうまいですか、うんうん、こっちに置いとかないとさすぐ行くから2本目そんなこと考えずにすぐ行くから、うん、ちょうど今ねアンガスビーフのステーキを頼みました。そしたらまたレナがメニューを見始めました。あれですか、デザートですか。Yes. こういうパン。何？あ、パンが欲しいの。こういうパンがサイドメニューにあったらいいよね。あ、パン頼んでもいいかもね。これ。何？タカが飲み終わったドリンク。あの、このレモンがタカが取りに行ってる時に私の分も取ってください。そうやって部下を働かせるんですか。私は先に取りましたよ。タカが今ドリンクバーで飲み物を取ってるんですけど、うまくいくかどうかはすごい微妙です。あっちにいる。あんまり信頼しない。なんか社長がブツブツ文句言ってるからどうしました？うん、これソーダじゃなくない？あれ俺間違えた。えミニッツメイドのレモンのソーダでしょ？あソーダ抜きにしちゃった？まあそういうミスはあるよね。タカはちなみにミニッツメイドのオレンジ出しちゃった最初。やばくないこのサイズ。めっちゃうまそうだし。これはもう男性男サイズだよ。300g って書いてあったわ。ちなみに 150g も選べたけど、誰かがもちろん 300g だよって言ってた。これは皆さんに見せたいでしょ。見てこれミディアムレアで。ああそうだね、それもめっちゃいいよね。仕上げてもらいました。ここで選べれるのがステーキハウスって感じするよね、うん、ちゃんとした本当に。ここでうわうまそう。めっちゃ美味しそうでしょ。これをここに。タレは何にした？ソース？デミグラスバター。口に入れた瞬間にそのデミグラスとバターの香りが来る。めちゃめちゃいい。その後はお肉のジューシーさが出てくる。焼いた感じの、うん、香ばしさ。本当に美味しいこのステーキ。あれ食レポのレベル上がった？うん、上がった。急にうまくなったね。上がった。急に美味しく伝わるようになったね、うん、いつも顔だけでごまかしてたのね。ちょっと待ってね。ミディアムレアにしてよかったね。うん、でもピンポイントにミディアムレアになってるよ。うん、やばくない？完璧な仕上がりだよね、うん、ここはなんかちゃんとしたシェフがキッチンで全部の料理をスクラッチから作ってるからでしょ、うん、そうだから他のファミレスと全然違うよね。クオリティちょっとちゃうよね。ちょっとちゃうじゃないよ、めっちゃちゃうよ。だいぶちゃうよね。だいぶちゃうよ。あの 300g 注文してよかった。タカとシェアするかは、ね、俺が食べる分が残るからよかったわ。 150g だったらもう一人でバクバクって食べて終わってたわ。もう終わってたよ。あの黙々と一人で食べ進めております。ノーノーノー、今カメラの後ろでこれぐらいタカが今一気で食べたよ。あ信じます？皆さん私信頼感あるでしょ。信じるかどうかはタカはあんまりないでしょ。あとサイドもね、これケールだよ。ケールって苦いよね、イメージ。あ、苦い？ケールはいらん。子供だもんな。苦いもん食べれんもんな。ナスも食べれんもんね。それは違うよ。これグラタンかな。あ、グラタン？違う、マッシュポテトじゃないの？ん？グラタン。あ、グラタンなんだ。グラタンついてんだ。ちなみにさ、そのお肉の下にさ、たどーん。なんで？玉ねぎさんが隠れてました。なんで？なんでだろうね。そこにお肉の旨味をさ、玉ねぎに伝えてんのかな。そんな無理か。そういえば、これも来たよ、一緒に。塩コショウ。あ、塩コショウで行くのいいかもね。さっぱりするし。お、めっちゃ出た。大丈夫ですか？大丈夫かな。うん。塩コショウも美味しい。タカは絶対に塩コショウが好き。
俺いつもね塩コショウの方がさっぱりして、うん、私はそのバターのが好き。皆さん先ほどのどちらが食べたかっていう話だけどこのペースでいってるからねバクバクバクっていってるからすごいですよ。よう食うな、うん、はいでしょうね。大丈夫、焦らなくても誰も取らないから安心して取られるよこれはタカが絶対に注文したいって言ってたやつ。ハンバーグ来た、まあ、美味しそうだよ。パン、これは絶対に私が注文したかったよ。見てこれ、レナの中にさ、おじさんが2人入ってるそうとしか考えられない食欲なんだけど、入ってるなら2つのおばさんが入ってるかもしれない、まあ、そうだ2人のおばさん入ってるかもしれないこの中に。見てパン、うまそう。これ美味しそうじゃない。ここで初めて文句があるよ、ロイヤルホストに。これなんでプラスチックで出すの。バター、バター、なんか見た目的にちぎれてますよこれぐらいのサイズの小瓶、うん、ちっちゃいお皿、うん、確かにね、ちっちゃいね、お皿に入れてくれればいいのね。もう雰囲気が100倍ぐらい良くなって、確かにこれは改善点だね、うん、ふわふわ食パンって感じ。でもさ、これさ、周りカリカリじゃない。テーブルに来る前に焼いてくれた。じゃあどれぐらいジューシーかを見てみますか。見てこれすごい、今肉汁が垂れてきたよ。これちなみに何ソースだったっけ。ガーリックソース、うん、ガーリックやば、めっちゃ肉厚じゃない。そう、さっきのステーキと全然違う。聞こえるか分かんないけど、うん、あの隣の席で赤ちゃんが泣いちゃってて、本当に家族連れの人めっちゃ多いよね、うん、しかもね、ちっちゃい子供を連れてる、生まれたばかりの天使みたいな赤ちゃんを連れてる家族連れが半分ぐらい。で逆に女子高生とか女子2人とか少ないね。ちょっとハイクラスな感じするね。家族と年配の人も多いね。年配さん、おばさんとかもここにいるしね。今自分でそうそうそうって言ったね。皆さんどうですか。私年配のおばさんですか。コメントで年配のおじさんですねってくるかもしれない。信じられないことが起きてます。そう、社長がメニューを見始めました。あのデザートでしょ。ちなみに今面白いことを見つけたよ。何、ヨーグルトジャーマニーって書いてある。本当だ。え、ドイツのヨーグルト。イエス。それ食べる。ノ、それ食べない。あ、違うの食べる。ああ、パンケーキ食べたい。え、なんか有名らしいよ。これでしょ、うん、家でさ、昔ホットプレートで焼いて食べてたパンケーキ。 OKOK、 あ、見てたか、あっちに書いてあるんだけど、サラダに使っているフレッシュ野菜は国産ですって、うん、本当だ、書いてある。だからすごいよね。あの他のファミレスはだいたい海外から来てるでしょ。全部そうだよね、輸入してるよね。できるだけなんか安くするために。本当にここはなんかレベル違うって感じがしますね。パンケーキ来た、タカちゃん。何これ思ってた以上にでかくない。なんか思ってた 1.5 倍ぐらいの大きさがこれぐらいだと思ったなでも本当にこれがあれだね、昔ながらのさ、パンケーキって感じするよね。これもさ、ちゃんと焼いてるよね絶対。あ、ここでうの、そう、あの冷凍したやつをチンしたんじゃなくて。冷凍チンだったらさ、もっと綺麗じゃん、形が丸まん丸とか。バターたっぷりのがいいよね。デブバター、デブバター、メープルシロップ、もうデブの極みじゃんけどふわふわ。え、ドイツもさ、このパンケーキってさ、うん、あ、家で作ったりする、うん、あ、一緒なんだ日本と。アメリカンスタイルでしょ。あ、そっか、日本そうだ、ね、パンケーキは日本で発明したものじゃないよ。日本の独特のものじゃないもんね、うん、まあ、ドイツのパンケーキは、まあ、こういうのもあるんだけど、クレープみたいなパンケーキを家で作るのが多い気がする。もっと薄いってこと。めっちゃ薄いやつ。でも最近日本だとさ、あのふわふわのパンケーキ流行ってるよね。あ、このなんかめっちゃ分厚いやつ。そうそう、分厚くてふわふわでホイップクリームとかと最初に食べるやつ、うん、で、これと一緒に甘くないカフェラテを飲むのが美味しい。レナのおすすめメニューです。なんか追加したもうそれやり始めたらやばいよメープルシロップの海みたいになってる。ジュワってなったんじゃない。見てこれ、ほとんどレナが食べ、俺が食べたのここだけね、わかりやすいねここだけ食べました俺。パッタタタ、すごいの来た。これは
さすがにめちゃめちゃ美味しそうだよね。見てカリカリだよ。あ、本当だ、ブリュレになってるわ。でこれもレベルちゃうな、本当に1400円。こう高級な、まあ、これマンゴーは高いからでしょ。これマンゴー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 、ブリュレのカリカリのあれがあって、なんといってもおしゃれ、なんといっても美味しいよ。あ、なんといっても美味しい、うん、この人は果たして俺にあげるつもりはあるのだろうか。ある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 。猛烈に食べ進んでおります。社長独走状態です。トップランナー、ロイヤルホストのさ、お客さんの中で一番食べてるかもしれない、これ今いるお客さんの中でめちゃめちゃ追加注文したね今日は。うん、最初から考えるとオニオングラタンスープから始まってさ、めちゃくちゃ食べたよ、うん、ほぼ一人で食べてるからね。完食です食べましたね、めっちゃうまかったな。これめちゃめちゃ美味しかったよ。最後すごいさっぱりしてたもん、最後ゼリーとか。そう、タカがこれぐらい食べたよ、ここから下まで、うん、えゼリーとかパッションフルーツとか。ゼリーだけ私これ食べろと言われてそうだねゼリーだけ食べさせられましたお会計来ました。あ、見ないで。これさ、金額が遠かった人が払うにしよう。あ、OK、 ちょっと待ってって。あ、今計算するのなしだよだいたい覚えてるから。パッと5秒前、4、3、2、1、1万円。これ8000円、いくらでしょうか。11209円です。さすがに食べ過ぎましたか。ロイヤルホストに11209円食べる夫婦いないと思うよ。いないと思いますね。それだけ食べたよ2人で。あれ俺って何円って言った、1万2000円って言ったっけ俺俺1万2000円って言ったよ。そういうタカがその後で嘘をつこうとしてるのがよくわかんないよ。編集の力がありますから。タカさん動画で撮ってますのであれじゃあ俺のが金額遠かった。はい、部下さん払ってください。今日は私のお金ですか。食べました食べました、ごちそうさまでした。はい、ロイヤルホスト美味しかったです。初体験、ね、満足しましたね。ちょっとお高めって感じはするけど、うん、本当にコスパで考えるとめっちゃいいと思うよ。めっちゃ美味しかったよ、うん、めっちゃ俺らは多分注文しすぎただけで1万円超えちゃったけど普通に来ればね1人2000円とかでね、セットとかたくさんあるよ、うん、はい、この動画はここで終わりにしますので、皆さんは一番好きなロイヤルホストのメニューをコメントで教えてください。それではこの動画が楽しかったならぜひいいねボタンを押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でも会いましょう。バイバーイ。